はい、渡辺よしです。今回はね、ショットガン新武器、ランページ解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これ今、たった今ね、ファイアリングレンジでストックパイルの試合やって、それで、このティア50に上がって獲得しました。こちらですね、フルオット、ランページ、フルオットエイム、追従ショットガン、動画を再生。これですね。BO4 で初のフルオートのショットガンになりますね。これが。このランページがね。めっちゃ強そうっすね、これ。これいいっすね。これなんかフルオートだから、ショットガンの域を超えてなんか、強力な感じなんだけどね、これ。とっても強そうっすよ、これ。これいいね。これ使ってプレイ実況動画撮っていくからね、すぐね。これ別に広いマップとかでもこれ戦えそうですね、これね。フルオートだから。スコアストリックも破壊しやすいんだ、これ。これね。ということで、早速解説の方をやっていきたいと思います。これね、ランページフルオートエイム追従ショットガン、威力結構どうだろうな。この威力は低いね。でも射程距離もちょっと低い。連射速度がやっぱり一番高いです、やっぱりこれね。この MOG12 と SG12 は攻めようとでしょ。やっぱり、連射速度は高い。で、命中率は、中ぐらいですね。命中率、あ、連射速、命中率が、マガジンが4。あ、弾丸マガジン、8。32発っていうことだね。これ、すぐ弾切れ起こすと思うんで、で、これもアタッチメントは何も、まだ一回も使ってないからね。ノーアタッチメントなんで、それだけポイントが浮くから、その分パークにポイントを費やせるんで、スカベンジャーは必須ですね。で、アタッチメントが全部、アタッチメントある程度解除できて組み合わせたら、そのポイントがなくなるからね、それにポイント、アタッチメントとサイトとアタッチメントにポイント費やするんで、パーク1はタクティカルマスクは絶対外せないんでね。なので、スカベンジャーつけれないんで。そういった場合は、スペシャリストは、最近からよく使ってる、このクラッシュがいいですね、これ。アサルトパック。弾薬補給できるから。で、これはヘッドショットになってるんだね。で、サイト、リフレックスのみ。ショットガンはサイト少ないんでね。で、オペレーターモッドもないから、新武器はオペレーターモッドないからね、銃がマックスになってんだね。ストック、クイックドロー、グリップ、ハイブリッドマグもあるんだ。助かるな。4発増えるんだ。ストックと、グリップが2種類ずつあるんだね。珍しいな。マックスロード、ショットガンの各薬莢に、ペレットを2つ追加。これつけたらめっちゃ強いと思うよ、これ。これマックスロードっていうのはね、威力と命中率がプラス1になるんでね。これめっちゃ強いですよ、これ。これ使ってね、ノーアタッチメントなんだけど、これで早速発使用ということでやっていくんでね。ちょっと、以上にしたいと思います。今、ノーマットでやってるんだけどね。ノーマットで一応やってから、後で、今、パーク、スカベンジャー組み合わせてるから、ノーマットでやって、で、サイトとアタッチメントを組み合わせて、ポイントがなくなったら、スカベンジャー外すことになるんで、そういった場合は、さっきも話した、クラッシュ使っていくからね。
はい、以上にしたいと思います。今回ね、ショットガン新武器のね、この、ランページ、解説のプレ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。